議会を構成する議員の一つで、会員に相当する。これは、各2名の議員を選出する60の選挙区から、直接普通選挙によって4年を任期として、選出されるオノラブレディプタドと呼ばれる120名の大議士で構成されている。議員は少なくとも21歳以上でなければならず、選挙で失格にならず、中等教育を修了したものでなければならず。 選挙前少なくとも2年間は該当する選挙区に住んでいなければならない。チリの議会選挙では2015年に比例代表制を導入する改革法案が議会を通過するまでピノチェと反動独裁政権が制定した連立で出馬する候補者が優遇されるチリ独自の多数2名制投票によって第二子を選出していた。連立政党は 各選挙区にある2議席につき2名の候補者を選ぶことができた。一般的に同一選挙区内の2大連合は自分たちの政党で各1議席を割り当てていた。勝利した連立政党は主要な連立政党が第2位の連立を2対1以上の賛成票で凌駕する場合に限り両議席を獲得する規定となっていた。ありがとうございます。